っていうので、はい、あなたの時間。あ、はい。じゃあ、泉先生、はい、クラブハウス起きてますか？クラブハウス起こします。はい、起きますなんていうか、眠ってるのを起きてもらいます。起きてもらいました。はい。そしたら、今、画面共有してるみたいに、な画面で上の方に、うん、この久保田の泉17時からみたいなやつが上の方に出てません？出てます。出てますよね。はい、出てます。はい、じゃあ泉先生が今日は部屋を立ち上げます。はい、これさ、この下にさ、うん、あなたのこの共有画面には出てないけれども、うん、You now have 8だから 8インバイツ、うんうん、This will be a great addition to your clubhouse community. よくわかんない英語が書いてあります。それはほっとけばいいですね。あ、はい、ほっといて大丈夫です、はい。ベルのマークのところに5って書いてあります、私の場合は。おお。あなたのところってさ、うん、赤丸がついてるんですよ、うん。私はその赤丸の中に5って入ってて、それは何かって言ったら、うん、はい、何なんだろう。あ、いろんな人が今アクティビティをやってるっていうことかな。いや、おお。ちょっとわからないです。これほっときましょう。スタートルーム待ってると、なんかお知り合いが待ってるとかそういう感じだったりして、何なんだろうこれ、わかんないけど、はい、はい、じゃあそしたら部屋を開ける方法です。はい、はい、その久保田の泉、はい、久保田の泉っていうところ、17時のこのまさにここを押してください。チョンしました、チョンしました。そうすると、スタートザルームって出てきますよね、はい、ここ、これね、はい、はい、これを押してください。これを押すとさ、はい、なんて、2人だけのが開くの？それとも全体的に開くの？全体的に開きます。で、みんながバンバン入ってくるの？うん。あら、怖い。だってもう40分頃から開け、なんかゆるゆる開けますからって言ってたから、ね、きっと皆さん待ち構えてる方は待ち構えてるかも。そうだよね。そうすると私、どうすればいい？お化粧はしなくてよくて。しなくていいです。発声練習？声練習。声練習しようかな。はい。じゃあスタートルーム、プッシュします。チョンします。はい。クリックしました。はい。そうすると、そうすると、で、私の方には、このね、始まりましたよっていうのがあるから、あ、さっきジョインってすればよかったんだわ。はい。じゃあ私はジョインしますね。で、私の方の画面ではこんな風に見えるんですよ。Join the room in progress。はいはいはい。だから私がここを押すと、ジョインできます。はい。はい、そうすると、はい、はい、2人で。聞こえる。そしたらこのさ、Zoom をハウリングしてるよね。そうですね。じゃあ、そしたら Zoom の音声の方、あ、じゃあ、これでね、いいので、じゃあ、Zoom の方の録画を、あ、ごめん。でも録画したいんだったら、したい。スマホの音量を極力ちっちゃくする？ちっちゃくしましょうか。ハウリングっていうのは音声をちっちゃくしてもダメなの？ああ、なんか二重に聞こえてるだけなので、まあ、あ、いいか。もう綺麗な感じ。うん、ですね。うん、はい。大丈夫です、ね。OK。できたじゃんとか。できた、できましたね。はい。うん。はい。で、何？そして、うん、次はですね、あ、で、左下のこれがリーブリーブやってるんですよね。分かる、私英語読めんもんだって、うん、ですよね。この間はこれがなかった。はい、それで今私が、うん、私の印が米印ついてないですよね。あなたの印に米印？ごめんなさい、私の顔、あなたの顔ピコピコしてるだけで話してますマークですよね。うん、これ私今ふと見たらさ、スマホのバッテリーが39なんだけど、うん、なくなるかな、危ない。そしたら今ちょっと線をつなぎます。そうですね、はい、つなぎました。つないでください。はい、 OK。 はい、あ、だから遠のいてしまいました私パソコンから。待って、あ、ちょっと、ね、これ延長コードがあるのかないな、うん、はい、ごめんなさいね。で、そしたら、うん、はい、じゃあ、Zoom の画面で、はい、私をモデレーターにしていただきたいんですね。
Zoom の画面であなたをモデレーター。Zoom じゃない。Zoom の画面を見てください。あ、Zoom か。はい。Zoom の画面をちょっと私見ていただくと、はい。今、泉先生と私と全然印違いますよね。あ、まあ、あの、輪っかがついてるかどうか。あ、違うよ。あの、緑色の米印。緑アスタリスクがついてるかどうか、うん。はい。緑のこのアスタリスクがついてるのはモデレーターなんですね。うん、はい、はい。で、今、モデレーターが泉先生一人になってます。はいはい。で、私にもモデレーターの権限をいただきたいのです。はい、そうすると。で、それをどうするかっていうと、うん、泉先生が私のこの、タカコってところをポチッと。ポチッとする。する。そうすると、うん、あの、モデレーターにするみたいな。あった。メーカーモデレーター?はい。する。はい。あなた、ポチッ。はい、なりました。やったやった。なった。そう、はい、分かったぞ。うん、これで、私と泉先生がモデレーターになっているので、うん、どちらかが、ちょっと部屋からポトッと落ちちゃったとか、電源が切れて、それこそポトッと消えちゃったとかってなっても、うん、部屋がそのまま続く2人で。ズームのホストみたいなもんだね。あ、そうです、そうですね。そういう感じで、はい、続けられますっていう。はい。はい、ここまでが、泉先生に今日覚えていただきたかったことでした。了解です。はい。関してメーカーモデレーターね。はい、そうです。了解です。そうするとメーカーモデレーター、あ、そこそこそこ。あ、で、チョンするとその人のプロフィールが分かるのよね。あ、そうです。というので、いろいろな、なんか関係ないところ行ったときに、この人はどんな人なのかなとかっていうのは、うん、チョンしてしながら、発言を聞いてればいいわけだよね。はい、そうです。わかりました。はい。とか言っちゃって、わかるかな、本当に。いいよ。はい、あともう一つじゃあいいですか。はい。次回のルームを作りましょう。あ、そうか、そうか。え、それ、今、ドキドキしちゃうな。今回のズームのと同じでいいんだよ。あ、違う。あ、ズームじゃない、クラハ?あ、そうか、今回、ごめんね。今何言ったんだっけ、高子さん。次回のクラハのお部屋を作りましょう。部屋を作りましょう。はい。そうすると2021年下半期スタートじゃおかしいから。はい。じゃあそれは7月の1日から8月の1日になったので、例えば夏真っ盛り、喋って元気を取り戻すとか、喋って一層パワーアップとか。はい。いいと思います。はい。で、その部屋の作り方が、どうすんだっけ。あ、わかった。これってこういうのをやりながらでもできるわけ。今さ、お部屋を開いたわけじゃない?うんうん。で、お部屋を開いてる最中なのに、そういう作業もできる。多分できると思います。なんかそれを今、うん、試しでやってみてます。はい。はい。久保田の泉って書いてある部屋のマークのあたりありますよね。そこをチョンってすると。チョンとすると。はい。あ、アドゥメンバー。スケジュールはルームって出てきますね。スケジュールはルーム。あ、それはルームを新しく作りましょうか。はい、はい、次のスケジュールを作りましょうということですね。はい、なので、そこでスケジュールはルームって。そう、イベントネームっていうのは、うん、久保田の泉ってこと?うん、久保田の泉はもう、部屋の中で。これまた分かんなくなっちゃったの。そうだ。じゃあ、あれだよね。上半期じゃなくて下半期スタートみたいなやつよね。あ、それです。8月。8月1日。8月。8月1日。はい。夏真っ盛り。そんなんでいいの?いいですね。夏真っ盛り。はい。喋って暑さを吹き飛ばせ。はい。っていうので、はい、今度デートが8月の1日で、はい、そしてこれなんだろう、それからこれか時間が完了みたいなのってあるの？8月の1日ってやったら、うん、OK みたいなのってあったっけ？どうやってやるんだっけ？あ、時間か、時間が15時、はい、15時、あ、15時じゃない、17時スタートで、はい、で。オープントゥーメンバーズオンリーって何?
これは久保田の泉のメンバーだけに限定しますかってしてるので、ここはオンリーじゃない方がいい。はい、で次にディスクリプション、ディスクリプションは今はちょっといいです、書かなくて OK で、はい、これをパブリッシュ、はい、その前に、あ、やっちゃった、ごめん、あ、いいですよ、うん、パブリッシュされたんですね、うん、そしたらそれをじゃあエディット編集するの、なんかキャンセルもできるんだよね、どっかで後からでもできます、うん、ちょっと待ってください、ね、あ、ごめんね、うんうん、大丈夫です、泉で、うん、あ、ありました、8月1日夏真っ盛り、うさかり喋って暑さを吹き飛ばすですよね、うん、そうです、うん、久保田の泉をくり、うん、久保田の泉のページに行った時に、アップネクストって出てきます、アップネクスト、あ、アップネクストから出てきます、はい、出ますよね、でそこにエディット、多分エディットできますよね、泉先生は。アップネクストに行く？今、うん、今のを作ったやつはエディット先できると思うよ。できますよね。うん。うん、で、何をしていただきたいかっていうと、with 泉久保田と私、高子佐野も加えていただきたいんです。ごめん、ちょっとどっか行っちゃった。どうすればいいんだ、うん、何が起きたんだ、今日のこれの次、あれ消えちゃうなんてことある？うん、さっき私もアップしたってことだよね、うん、でその後でエディットでなんか誰とやろうと思ったら失敗しちゃったから、うん、じゃあ、うん、これは私を後で付け足していただくので、うん、今でなくてもいいです、さっきの高子さんをモデレーターにすればいいってこと？うん、じゃなくって、ね、ホスト、コーホストっていうのがね、あるんですよ。これ今さ、みゆきさんとあきさんという方が来てらっしゃるってこと？この私たちの話を聞いてるわけ？そうですね、今ね。はい、そうですね。もう恥ずかしい、どうしよう。本当に。なんていうか、私たちの冷や汗が、私たちの冷や汗じゃないや、私の冷や汗がズームだったらばうっすら見えるけれども、見えないところでもって感じてるね、きっと。皆さん受けて、はい、いや、こうやっていろいろ試行錯誤してるところを見せるっていうのもすごく私は意味があると思ってるんですよ。そうよね、うん、お年寄りにさ元気を与えるよね、うん、と思います。はい、なんかみんなできたとこしか見せないから、うん、そうだよね、それにどうやったら至るのかっていうようなところをすっ飛ばして、じゃあなんかさも簡単にできるのかみたいな感じで見せちゃうのってちょっとどうなのかなって思ってるんですよ。そうね、うん、言われてみればおっしゃる通り、この私のなんていうのかな、うろたえぶりっていうのは、まあ、あらゆる方面で私はうろたえるんだけれども、道に迷った時も相当うろたえるのね。でもそれはね、うん、長い歴史の中でこの人に聞けば教えてもらえるぞっていうね、うん、私にせっかくの方向を与える人を察知することができるんだけど、うん、今日もうろたえてるけど、まあ今日高子さんと一緒だからね、そんなうろたえてないや。大丈夫。そしたらさっきのことはじゃあペンディングにして、じゃあペンディングにして、じゃあZoomの録画の方も終了にしますね。はい、すみません。はい、これをズームで録画してるって聞いたら焦るよね、みんな。ね。何やってんだよ。はい、じゃあ終了します。はい。